いや前回勝ち投手得たけど全然評価変わらなかったんで、ちょっとねまずいなこれ。ちょっと今回は無失点に抑えたと思ってますんで頑張ります。はい、今さあのマッチング画面でさ、あの相手ピッチャーもさ出てくるんですよ。相手ピッチャーもあの今日は登板アデュア投手やみたいな感じで、相手のピッチャーアデュア投手やったんですけど、顔めっちゃ似てた。びっくりした、こんな似てる。もうあのアデュア選手がゲームの中入ったような感じの顔しましたよ今。激に取れるよ、見てるよ、よーしなきゃ。うわ赤松さん帰ってきてお願い、赤松さんマジで頑張ってほんまに。やばごめんなさい、マナーモードにするの忘れてました。はい切り替えていきましょう。三振取る、うん遠慮ないよ、はいゲームなんで。いいね、嫉妬多いな今日。よっしゃファースト投げて投げてトス、さあサクサクいこうサクサク、よっしゃふい、やべめっちゃファールしてくんねんけど、え長井さんちょっと知らんな、長井くんなのかな、ルーキーかな。じゃあマスパン、はいレフト、よしよしよし、あっしゃあいいよ、全然いい立ち上がりよ、めちゃくちゃいいよ。もう1軍ですよこれ完全に、2軍に1軍が混ざってますよこれ完全に。ほいはいナイスボー、もう3球勝負していきます。はいもう時間短縮でね、うんもう早く1軍に上がりたいから、もう一軍まで行くのカットしようかな、もうそれぐらい一軍行きたい、よし、あよしよしよし。悔しいんすよね、なんかあんだけバコバコ打たれてさ、2試合で2軍降格って結構ね登録抹消じゃないんですよ、降格なんですよね。例えばさ1軍で例えばちょっと帰ってきて、ほんで登録出場枠を広めるためにあの2軍に行かされることあるじゃないですか、抹消して。えちょっと待って、よっしゃけどもう完全に降格ですから、しかも2軍でじっくりしてこいと言われてますからね、なんでじっくりせなあかんねんほんまに、ゲームやで。はい赤松さん2三振です、はい、はいないしょ。赤松さんは今2軍で出てんのかな、試合復帰したのは知ってるんですけどね。よっしゃよっしゃ、もう2軍やったら無双し放題やな、戦国無双やな、ごめん三国無双どっちでもいい、いきます。はい、いやっ危ねえ、あ危ねえ、マスパン絶対打たせん、マスパンには絶対打たせん。僕の知り合いの方もね、広島ファンの方がいて、でしかも堂林選手、僕とためなんですよね、多分確か僕、堂林世代やったんですよね、甲子園。よっしゃ、堂林世代ではないか、浅村世代か、どっちかというと、僕の世代ってどうなんやろ、誰がおるんやろ、ちょっと僕、あんまり詳しくないんですよね、なんかあんまりね、甲子園が騒いだ記憶がないんですよ、確かね、100回大会やったんですけど、あ、じゃあ90回大会かな、ん忘れた。うん、なんかの大会やったんですけど、全然なんかね盛り上がらなかったんですよね個人的にね。うれ白浜優太さんはもしかして早稲田、どう教えて、知ってる方、早稲田のキャッチャーか元。さあ赤松さん2三振でしょ今日、けどねやっぱり容赦、いやあら反応丸、反応20丸、反応30丸、頼むから勝ち投手にしてくれ、頼むお願い、どういう振り方今の、よっしゃー、はいはいはい、さあ
ナイス。いや、いいね。やっぱね、絶不調の時と球の速さが違うもん。ほら。おい。びっくりしてる。さあ、完全に完封ペースやな、これ。点取ってくれ。取れる。うわっ。ちょっとあれこそ飛び込めよ。今のこそ飛び込むとこでしょ、得意の。アウトしよう、絶対アウト。ちょ、ほんま怒る、マジ帰る、もう帰る。お疲れっす。なんでこんな盗塁されんの。うわ、やっべ。あ、もういいわ。キョ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 。じゃあここ絶対三振取りたい。うわー、もう失投あかん、絶対失投あかん。帰ります、お疲れっす。お疲れでした。うん、先生言うてます。はい、ここは学校じゃないねん、ほんまに。ムカつく。何が先生やねん、ほんま。あ、そっか、高校野球のあの先生ってやつ。あぶね。まあここ抑えを頼む。よし、お疲れっす。あれ、ドリスじゃね。あれ、ドリスじゃね。2軍はほど遠いようです。あ、1軍はほど遠いな。お、来た来た来た、上がった。はい、ということでですね、ちょっとね、だいぶカットしたと思うんですけども、2試合ですね、カットしました。はい、2、3試合かな。で、1軍昇格目前までやってきたんで、おそらくこの試合いいピッチングをすればまた1軍に戻れると思います。はい、だいぶちょっとねかかりました、また。はい、しんどかった、しんどかった、かなり全部やりましたから。はい、じゃあね、この試合完璧に抑えて1軍昇格にして第10話かな、終わりにしたいと思ってますんで、はい、いきます。よーし、気合入れていこう。ここは集中しよう、ゼロで抑えよう。完封したら多分一撃で昇格やと思うんですよね。しゃあ、まあフルでちょっとね試合見してるか分かんないですけども、ちょっと一軍昇格にはちょっと動画時間結構長くなってると思いますんで、どうやろ、分かんないな、編集してないから。よし、幸先悪し、幸先悪すぎうちとしや。うーれい、あれ、バントね、インハイです、デッドボール当ててもいいんで。よし、うわ、うまいな、うれい。オッケーオッケー、初回だけ、うわー、蝶野さん、初回失点だけは逃したらあかん、マジで逃したらあかんじゃなくて、したらあかん。うわ、ちょっと待って、変化量少な、なんで。よーし、え、待って待って、2軍えぐ、2軍えぐい、バティスタおるやん。うわー、え、バティスタ遅い、足なんで。ちょっとホーム、ホーム、木南さんって肩弱いん。木南さん、おっしゃ、折れた、え、あぶれ、おい、怪我さすなよ、高橋大輝、今あんなパッタ飛んでくんねんな、びっくりした。よし、よし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 、しのいだ、ナイス。で、1軍昇格するためには、脱三振も必要なんですよ。なんで打つん、もう関係ないサードに投げる。おい、あ、鳥谷さん1軍上がったっぽいですね。わしより1軍早く上がりましたね。サード、怒る、マジで怒る、これセーフやったらマジで怒る。うおれい、守備にねリズム崩されるっていうのもねあるんでね、ピッチャーやってて、僕小学校の時ピッチャーやってたんですけども、小学野球は牽制投げたらファースト絶対エラーしますからね。待って待って、マジでマジで待って、マジで待って、危ねえ、耐えたー。よしよし、1、3塁でしょ、ゲッツゲッツ、オッケーオッケーオッケー。ちょっとマジでボール球投げよう、ここは3球勝負やめとこう。イエス、ガチで喜んでます。はい、あー、小園選手今一軍やけどな、実際は。藤波慎太郎物語第1話の時はまだ一軍じゃなかったと思うけど、もうあなたは立派な一軍の選手ですからね。今カットして、危ない、ディレードされたら危なかったね今。うわー、決め球どうしよう、インコス、うわー、マジ？
落とすか。よし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 、2点2点よしよし。曽根さん今ダイソーで出てますけどね、1軍で。よしよし、ここあくまでゼロで抑えることが目標なんで。よし、一歩も動いてない。さあ長野さん、ゼフ長打てないだろうな。ゼフ長、長野さんは、ゼフ長野さんは多分打てないでしょうね。うん、はい、ナイスボー。え、ちょっと待って、あんなに早く振る選手初めて見た。まだ藤波選手がリリースした瞬間に今バット振ってたやん。そんなことある？うおーれい。あれ、よしよし、完封いける、完封いける。動画時間長かったら完封したと思ってください。よし、三球勝負、もういい。ランナー二塁背負うまでは三球勝負していきましょうか。取れるでしょう。なんで動いてない？あ、これ悪い癖ですね。これサードね、一本も動いてないっていうのは、高校野球では絶対ね、絶対取れない球でも追わないと高校野球は怒られるんですよ。なんでお前走らねえ言われるんで、絶対そこはね、走っとかないといけないんで。荒木さん、高校からやり直しますか。待って、これ入ったら、これ、うわー、嫉妬じゃなかったけどな今。まあまあ一回1点は、やばい、荒れる荒れる荒れてる。やっぱ実際のピッチャーもこうやって点取られると荒れるんは。ああ、よしよし、まあ6個三振取ってるんで、それなりの評価は得れると思いますんで。俺が悪いの？藤波選手クイック。一軍はこの試合では昇格できなさそうな気がしてきました。はい、ってことでね、まあもう評価も下がったところでこの辺にしておきたいと思いますんで、また次回ね、次回は一軍に上がる動画にしたいと思ってます。はい、なので期待していてください。ありがとうございました。